先日発売されました iPad mini の最新モデル、こちらの方を購入しまして、それ用のガラスフィルム購入してみたので、こちらの方を貼っていきたいと思います。ちょっと掃除はこれぐらいにして、これを解除してみましょう。まずはこちらのクロス、これはシールかな、クロスと、はい、ガラスの方を用意しておきましょう。で、ホコリを結構きれいになってきた。よし、じゃあやってみようかな。これを剥がします。素早く貼る。真ん中にめっちゃ溜まった。OK。抜けるのかな、これ。反射がすごくて分かりづらいかもだけど、もうちょっとか、またかな。ガラスフィルム初めて買ったけど、めちゃくちゃ綺麗に貼れたかも。滑りめちゃめちゃいいですね。光沢、ほぼ光沢かな、これは。滑らかで反応も悪くない。噂のゼリースクロールっていうのは、うちの iPad にはない気がするけど、よくわからない。まあ、いいでしょう。いいですね。あとこの透明な FP ケース、柔らかいやつを買ってあったので、これをちょっとつけます。はいと、ぴったんこ。だいぶ薄いケースなんで、カメラと高さがほとんど一緒なんですよね。まあ、そこはカーナビで使うようにちょっとあえて薄いのを選んでみました。ちょっとカーナビにもつけてみましょうかね。はい、iPad mini の本体をカーナビにセットした場合の運転席側から見た、見え方はこんな感じです。で、オーディオからつながっている AUX 端子をこちらの USB-C に変換してオッチさせます。これで音声も、車のスピーカーから出ます。ちょっと画面出してみましょう。こんな感じで、このちょうどハンドル
カメラ軽くしてハンドルの隙間から見てる感じですね。でいつもカーナビで使ってるのがこのヤフーカーナビ、ちょっと適当な場所に移しておきました。こんな感じで表示がちょうどこのハンドルの隙間から見える感じですね。これも以前の iPad と比べると表示がめちゃくちゃスムーズになってとても使いやすいです。ちょっと引くとこんな感じで、ハンドルの隙間から見えますね。でこちらのオーディオの方をつなげてスピーカーからも出す感じですね。純正のカーナビはここなのでだいぶなんていうんですかね、視線の移動は少なくて済みますよね。正面からこう見る感じで横の移動がなくなるのでその辺はいいですね。おっと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 、こんな感じで音楽再生とかは Siri で使うといい感じでできますね。 Hey Siri 音楽再生。ちょっと今よいしょ、車のエンジンかかってないんで全ての曲をシャッフルして再生します。こんな感じですね。はい、で横から見た場合はこんな感じで、ホルダーがこのグローブボックスのブランケットにつながって、ちょうどハンドルのマイスペースに設置されています。はい、で前新しい iPad で薄くなったので、このホルダーものケースにつけたままホルダーに問題なく装着できてます。ほい、じゃあちょっとこのカーナビつけた状態で少し運転してみましょうかね。ハンドルが右左折すると、まあ、画面にかぶるんですけど、実際曲がってるときはカーナビ見ちゃまずいですからね。特に問題ないと思います。これ頭にオスモアクションつけてるんですけど、こういうなんていうんですか、携帯でモニターできるので便利です。こちらの方のデジタルインナーミラーも最近つけてまして、背後の視界が良好。なんかミラーが結構揺れるとかいうあれが多い評判だったんですけど、僕の機種だと全然そんなこともなく安定して見えると思います。こっちもストレートだとこんな感じですね。オーディオでつなげてるんでカーナビは音声も出ます。まあ音楽も流せますね。今これ iPad を明るさ MAX にしてるから結構明るいですけど、結構ミニはやっぱ筐体が小さいせいでバッテリー持ちが悪いんで、結構明るさは抑えめでいきたいとこですね。こんなとこでやらんでくれ。ちなみに iPad ミニはもちろんセルラーモデルを使っております。IIJ ミオというところの SIM カードデータプランを入れてるんですけど、そんなにこの通信量はかさまないので、何ギガだ、2ギガのプランかな、振り越しありの2ギガのプランで、まあ毎日めちゃくちゃ運転するわけじゃないですけど、それで容量が足りなくなったってことはないですね。まあ、仮に低速モードになってもカーナビだと意外と大丈夫なんじゃないかなって気もします。これヤフーカーナビ、このトンネル入ると一気にダークモードなんですよね。字が黒くなる、これ字が白いと夜とか結構眩しいんですけど、この黒くなるモードは重宝します。こんな感じでトンネルにも連動してるんですよね。これは地味に使いやすいっていうのだと思います。ちょっとヘッドマウントでこう頭の目の高さよりもちょっと上なので、このカメラの視覚は若干実際の視覚とは
違うんですけど、まあ近しいかなっていう感じがします。で iPad mini 今年モデル2021年モデルになって画面が大きくなったのでどうかなと思ったんですけど、実際はこのベゼル部分が結構大きいので、この iPad mini 見えるかな、こういうとこですね、こういうベゼル部分が多いので筐体サイズはほぼ一緒ですけど、まあ、ちょっと画面は広くなった、ホームボタンがない分広くなったら広くなったんですけど、まあ逆に思ったほど広くはなってないので、なんていうんですかね、僕としてはまあこの用途、特殊すぎる用途ですけどにはフィットしてたのかななんて。で今これ画面は明るさ結構マックス、まあカメラで映らないのでマックスにしてますけど、この状態だと結構 iPad mini のバッテリーがモリモリ減っちゃうので普段は結構落としてます。多分もう明るくなってますね。自動設定にはしてないんだけど結構勝手に明るくなっちゃう。怖い。後ろからいっぱい。これだとよく見えますね。まあサイドミラー見ちゃいますけど、どうしても。